菊池菅、形摂津半国の主であった松山信介の侍大将、中村新兵衛は、ご畿内中国に聞こえた大号の死であった。その頃機内を分割していた筒井、松永、荒木和田別所など大名称名の手のもので、 槍の中村を知らぬ者は、おそらく一人もなかっただろう。それほど新兵衛は、そのしごき出す三元への大身の槍の矛先で、先駆けしんがりの光明を重ねていた。その上彼の武者姿は、戦場において水際だった華やかさを示していた。火のような少女飛の福織を着て、 無冠栄金の兜をかぶった彼の姿は敵味方の間に輝くばかりの鮮やかさを持っていた「ああ賞状費よ無冠よ!と」と敵の増標は新兵衛の槍先を避けた味方が崩れたった時 激牢の中に立つ岩尾のように敵性を支えている少常妃の姿はどれほど味方にとって頼もしいものであったかわからなかったまた嵐のように敵陣に殺到するときその先頭に輝いている無冠の兜は敵にとってどれほどの脅威であるかわからなかったこうして槍の中村の少常妃と 東無理の兜は戦場の花であり、敵に対する脅威であり、味方にとっては信頼の的であった。新兵衛殿、降りてお願いがある。と、元服してからまだ間もないらしい美男の侍は、新兵衛の前に手をついた。 何事じゃ。そなたと我らの間に、さような事義はいらんぞ。望みというを、はよう言うてみい。と、育むような自願を持って、し兵べは相手を見た。その若い侍は、し兵べの主君、松山信介の、即腹の子であった。そして幼少の頃から、 しんべが守り役として我が子のように慈しみ育ててきたのであった。他のことでもない。明日は我らの初陣者ほどに何ぞ華々しい手柄をしてみたい。ついては、おみさまの少女妃と等冠官則の兜を貸してたもらんか。あの福織と兜を着て敵の眼を。 轟かしてはっはっは、<laughs> 念もないことじゃ。新兵衛ヱは高からかに笑った。新兵衛は相手の子供らしい無邪気な巧妙心を快く受け入れることができた。が、もうしておく。あのふくおりや兜は、もうさば中村新兵べの形じゃわ。そなたがあの品々を身につける上は、 我らほどの肝玉を持たいではかなわぬことぞと言いながらしんべはまた高らかに笑ったそのあくる日摂津平野の一角で松山勢は大和の筒井純慶の兵としのぎを削った戦いが始まる前 いつものように症状飛の武者が当冠の兜を朝日に輝かしながら敵勢を尻目にかけて大きく輪乗りをしたかと思うと駒の頭を立て直して一気に敵陣に乗り入った吹き分けられるように敵陣の一角が乱れたところを症状飛の武者は槍をつけたかと思うと早くも三四人の 武者を突き伏せてまた悠々と味方の陣へ引き返したその日に限って黒川おどしの鎧を着て南蛮鉄のかぶとをかぶっていた中村新兵衛は会心の微笑みを含みながら「少女市の武者の華々しい武者ぶり」を眺めていたそして自分の形だけすら ここれほどの力をを持ってていいいいるということうにかなりり大きい誇りを感じていた彼は二番槍は自分が合わそうと思ったので駒を乗り出すと一文字に敵陣に殺到した「少女飛の武者」の前には戦わずして浮き足だった敵陣が中村新兵衛の前にはびくともしなかった その上に彼らは、少状費の槍の中村に突き乱された恨みを、この黒川おどしの武者の上に復讐戦として、たけり立っていた。新兵衛はいつもとは勝手が違っていることに気がついた。いつもは虎に向かっている羊のようなおじけが、敵にはあった。彼らはうろたえ血迷うところを突き伏せるのに、何の造作もなかった。今日は彼らは、 戦いをするときのように勇み立っていた。どの増票も、どの増票も十二分の力を新兵衛に対し発揮した。二三人突き伏せることさえ容易ではなかった。敵の槍の先が、ともすれば身をかすった。新兵衛は必死の力を振るった。兵祖の二倍もの力さえ振るった。が、彼はともすれば突き負けそうになった。 手軽に兜や賞状費を貸したことを後悔するような感じが頭の中をかすめた時であった。敵の突き出した槍が脅しの裏をかいて彼の暇を貫いていた。